さて、はい、酔い止めよし、おげし、さおよし、睡眠は、睡眠まあまあ普通。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあ今回のネコメタルパラダイスはニアズのワープゾーンから、はい、ブリーがずっと釣れてて、でまあ運が悪くなければ釣れるはず。でみんなはイカにシフトしている中、まだワープゾーンはちゃんと青物を追ってくれるということで。頑張りたいと思います。これ魚だ。魚、魚、魚、魚。何食べたんやろ。ね、なんか20センチぐらいのイワシかシラスです。さあ、朝のこのうねり感で下を向いてどもないってことは、今日はどもないはず。まあ船でかいからね。じゃこれできます。さあ、吉田さん、ここはどんな感じの場所なんですか。ここはね、まあそこは宮津で、はい、この辺のどっかに白石栗っていう有名な瀬があるんですけど、そこの周りですね。そこの周りね、80メートルぐらいのフラットのところで、はい、最近この辺でよく湧いてるんで、基本そこの方におって中層たまに走ってるやつがおる。はい、でナブラ出たりする。はい、春はやっぱりこの辺にブリたまるんで。なんか鳥がこっち来ましたよ。本当だ。ざわざわ。鳥いてるな。鳥山もあんの。ほんで、もっと向こう。ああ、結構出ますよ。ああ、あるあるある。山ってる山ってる。あるあるある。まだ2キロ以上あるで。何これ。ラフライド、140。出そうやけどな。よっしゃ。出てるな、あれ。あ、出た出た出てる出てる、出てるね。ターゲットポイントに近づいてるな。いい感じで。お、出た出た出た。よっしゃやったー。おめでとうございます。天下取ってくださいよ。だって本間物のルアーってことだから大丈夫ですよ。僕は、まあ、まあ針は持ちますわ。そうでしょ。おお、ハートランドぶち曲がり。おお、バルロナいい感じや。おはようございます。おはようございます。何や、釣れたやん。よしよし、やった、センチ一本も来たで。よいしょ。ネコメタルパラダイスじゃないっていうのは前もされたね。やりおっしゃ、くだバイトは突然にやれ。サドンリア。うう、ドブドブです。飲んでるで。いい感じや。はいはい、 OK、 ありがとう。ごめんなさい、今絶対チャンスあるで、これ。よしよし、トップです。上しか見てないですね、こいつら。よくてくれました。でかくした。20
発釣りたいんだけどね。うわでもこの鳥感じやっぱりトップやな。まずトップやってジグやっても忙しいな。忙しい忙しい。よし、さあ僕もこれでやろう。これでどれぐらいで飛ぶやろう。どれぐらいで飛ぶやろう。ほら食え。おっしゃー、うおー、俺もやる。あそこあそこ、イエーイ。よし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 、よし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 、後ろついてる。後あのもうあそこ水面出てるんですけど魚が。分かったね。スキッピングで釣りました。するね。うおー、すげー。うおー来たー。え、まだまだ来ないの。乗った乗った乗った。今100匹ぐらい来たね。100匹ぐらい、100匹おった。100匹作ってきたやつで釣れたな。はい、ジャバジャバジャバって止めて、ジャバジャバジャバって止めたら、はい、下からパカーンって2メーターぐらい飛んだ。おー楽しい。あ、跳ねた跳ねた、ごめん。針がちっちゃい。いいや、おもろ。次次針ありますか。別にどうもない。これはね、まあバス用のルアーでワカペンってあるんだけど、それじゃ全然飛ばないんで、体積を倍にした 20g、 それをエイヤーで作ってきた。あの止水域で作ったルアーじゃないですかこれね。バス用に作ってるから、バス用のでかいやつどうかなと思って作ったぐらい。やったらこのうねりに負けるね、やっぱりね。全体的にもっと肉厚にして、なんていうのかな、横への叩いた時の、トルクというか重さ、それがいるかな。今はペランペランやもんな。もう一回出てくれへんかな。あ、吉田さん釣れてる。何で来たん。ネコベタの100ぐらい、イワシから。100って軽いやん。めちゃくちゃ軽いですよ。トップに反応いいから30メートル沈めて横引きです。マジですか、技あり。うわ、最近ね、TG ベイトとかでもやるんですけど、しゃくらない。しゃくらない。そう、巻くだけ。ゆっくりゆっくり巻くだけ。はい、見えた見えたよ。はい、オッケー。おー、イエス、ありがとう。え、今はもう巻かずの。え、だから巻くだけです。あ、巻くだけ巻くだけ。はい、釣れました。レコメタルの 100g イワシから30ほど沈めてね、横引きです。そこで反応悪い時は中層で釣るのが鉄板ですね。あ、もう落とさずに中層でスタートするんや、うん、そう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 。なるほど。トップを意識している魚をジグで釣る方法、跳ねささない、もうリーニングの加減速だけです。これぐらいまでスピード落としても食う時は釣ります。要はね、今多分餌めっちゃちっちゃいんですよ。でブリとかも積極的に追いかけてないよね。トップでだから食い損じが多いから、多分これぐらいの食ってるね。でそれを中層で取ろうと思ったら、やっぱりジグのシェルトを小さくしていって、こうバタバタ動くんじゃなくてニョロニョロ動くような感じに持っていったった方がバイト率高い。ほんまプラグを 80m 下まで沈めたいぐらいなんですけどね。プラグに近い動きをジグでやってる感じ。なんせ自分でしゃくってみてもそうやし、同性者の人も悪いしゃくりの人っていないよね。みんなええしゃくりしとるんですよね。俺で食わへんからやっぱりちょっとパターンが違うのかなみたいな。今日はね、
朝ちょっと活性があって、まあ鳥山っぽくなって上ずってるブリが何個か通ったんで、運よく僕らそこで何匹か取ることができたんですけど、その後ね、同じような中層付近を通ってる魚は結構いるんですが、なかなかくっつかわないという。カズはなんか魚探見てる限りすごいおるんですよ。でそこをちょっと今丹念に探ってるところなんですけど、今はねちょっと落ち着いてます。だいたいね、日に1回か2回こう盛り上がるところがあって、今日朝盛り上がって夕方もう一回上がるかどうかを期待する感じですね、今。そんな状況です。トップ。じゃあ交代しよう。誰もやってへんからトップ投げます。じゃあ僕はあのヌメジャークを引き継いでおきましょう。エサジャークを。じゃあ僕は下をやってみます。150、とりあえず正当なジギング。いやー釣りたいな俺も。ビジョンが見えへん、吉田さん。はい、水中のビジョンが。やりきる努力だけです。そうやね。うん。これ魚が。魚いや、なんやこれ。これあかんやつや。ほら、上がってくる。ガシラ超高級魚の ESO じゃないですか。ESO か。そう、船長が長く出せるだから 150m ぐらいまで出せないけど。エビ？いや、エビなことないわ。引いてた。だってシングルやもん、針。最初引いてましたよ。引いてたね。うん。ガー系です。ガーやね。はあ。よし。灯台か。何が重たいな。こんな重たなるか。でかいガーや。よいしょ。なかなか写りええで、これ映えるで。ほらこれうっかりです。うん。この猫メタルはでかくなればなるほどボディを長くしてやってます。だからかなりセミロングな感じやね、こんなんと比べると。はい、だいぶ長くなってる。縦横比がね、引きやすいように。さあ行きます。とっておき、ここがとっておきのポイント。隠し玉のポイントいこうや。おっしゃ。おめでとう。よっしゃ。あ、外れた。外れた？え、それにかかってる？いや、違うと思う。おらへん？いや、外れた。外れた。10m ぐらい。10m ぐらい。それかかってる？僕はかかってる。タイか青か。青でしょ。同じやつやな。同じ魚ですね。群れですね。10キロぐらいあるんじゃないか。10キロぐらい。うーおー、釣られたに気がつきましたよ。そろそろ。猫メタルのね、210g。 村上さんのカバンからパクりました。あと何メーターぐらい。いや、多分70。まだそんなある。50切ったかも。見えた。お、でかいでかい。おでかいでかい。でかいぞ。でかいでかいでかい。よしよしよし。あるで、あるで、でかいでかい。おいでこれ。マスで、マスで。はい、はい。
すごい。でかでかいっすよこれ。よっしゃー、平まさか思いましたね。くじりの角丸いんですけど丸いよそれ。そっち側で丸い、ちょうど缶抜き針がかかっとって。あすごい、細頭が一番高いところにあるわあのトップヘビーセッティングになったら猫メタルや、うん。さすが吉田さんやな、俺かけたのにな、ちゃんとかけたけど外れて代わりにの術されたぐらいに悔しいな。ごっちゃんの法則です。ごっちゃんやね、あれ。ごちそうさまでした。ちょっと群れがおってね、あれね。そうですね、だいたい1匹で泳いでないですからね、はいはい、あんな。いや、俺もあげたかったな。二バラシ、トップでバレて、ジグでバレて。渋いながらに反応はあるね。はい、そうですね。でもやっぱ魚心があったらいいですね。いいね。そう。よっしゃー。おー。マジで。15ぐらい。ブリは突然やな。いやー素晴らしいな。今日は外しまくり。猫メーター釣れますよ誰が作った思てるんですか。わいやんなんで俺釣れへんねん。お、見えた。でかいなみんな。でかい、はい、でかい。よっしゃ、素晴らしいな。猫メタル最高。ありがとうございます。吉田さん。はい。仕事しはる。ありがとうございます。はい。終わりました。ありがとうございます。さすが吉田さん。レスラー吉田。一応ホームグラウンドなんで。ホームグラウンドよね。いや、それでもね、やっぱちゃんと釣れるのがすごいわ。それも猫メタルでね。猫メタルです。ジグでブリ3本、ほんでトップで1本、2本、すごいね。竿頭、当然僕は借りたラフライドで1本それから我がが作ったやつで出たけどバラシで、ジグでバラシ、はい、結果的には釣れない日よりよう釣れてるよね。